さて、岸本さん、このシリーズ、グローバルメガトレンドとは一体どんな内容なんでしょうか。グローバルメガトレンドっていうのはですね、大きな社会課題、世界的に見て大きな社会課題っていうような意味なんですけども、社会課題というのはなんかすごく悪いことが起きるような、イメージもあるかもしれないんですが、実はそうではないよと。これを解決することが大きなビジネスチャンスになると。なので、世の中には課題であふれてるわけですけども、それは実は裏を返せば、ビジネスチャンスにあふれてるんだよと、それをちょっと紹介しようと、そういうテーマでやっております。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは早速第1回の本題に入っていきましょう。岸本さん、お願いいたします。はい、それでですね、最初にまず、メガトレンドとは何かっていうところからですね、説明しておこうと思うんですけども、今も言った通りなんですけども、世界は大きな社会課題であふれているということですよね。で、いろいろ悲観的なことが言われてますよね。地球環境はどんどん悪化してるんじゃないかとか、でそれは人間が工業化を推し進めたからなんじゃないかと、昔みたいな高度成長にはなかなか戻んないよねと。で、日本では就職氷河期なんていう時代があって、結構大変だったよねとか、それから将来を考えると AI によって人間の仕事が奪われていっちゃうよねとか、いろいろこう言われていて、いやなんか気分が沈みますよねと。ちょっと、ね、不安になりますよね。ところが、こういうことも実はさっきも言った通りですね、ビジネスチャンスになるんですけれども、この大きな問題、というのは簡単には解決しないわけですね。30年も40年も続くかもしれないと。ということはさっき、ビジネスチャンスになるよって言ったんですけども、もしかしたら30年後も40年後もビジネスチャンスかもしれないと。こういう課題を解決しようと思ってもそう簡単には解決しないってことは、30年も40年もビジネスチャンスになるかもしれないねと、そういうことなんですね。でこのビジネスチャンスになるってどういうことなのっていうことですけれども、昔の話をちょっとしますと、1970年代でその頃にですね、あと30年で石油資源は枯渇するって言われてたんですよ。で今2020何年、もう、30年以上経ってるわけですよね。だけど石油枯渇しなかったですよね。そうですね。それから当時も公害問題って結構大変で、このままで環境汚染で大変なことになるよっていう予測が行われたわけです、でも意外とどうにかなってるわけですよ。なんでだろうと。でそれは企業がビジネスチャンスを追求してこの問題を解決できちゃったわけですね。つまり、石油は枯渇するよって言われたけれども、技術が進化したら石油ってもっと埋蔵されてるねってことが確認できるようになったと。それから、今まで、昔は掘れないところにあるものを諦めてたわけですけども、採掘する掘る技術が進化したら掘れるようになっちゃったということですよね。それから、従来型の石油資源に変わるようなものも、実は取れるよねっていうことも技術が開発されたわけですね。それから使う側といっても低燃費低公害の自動車エンジンっていうものが開発されたりとか、それから公害対策、排気ガスをこうどうやって減らすのかっていうことも、水質汚染をどうやって減らすのかっていう技術も、進歩していったと。ということで結局、技術が進化することによってこの悲観的な予測っていうのは外れたわけですね。なので、結果として資源も枯渇しなかったし、環境汚染も危惧されたようにはならなかったと。つまりビジネスを追求していけばこの社会課題っていうのはおのずと解決していくと。そうは言っても簡単には解決しないので何十年も課題は続きますよということなんですね。ただ決して暗い話ではないということですね。メガトレンドっていう言葉を使ってるんですけども、トレンドって流れっていう意味なんですね。でそれと似てるけどちょっと違う言葉が波っていう言葉なんですけども、その違いをちょっと説明しておくと、この番組で紹介しようとしてるのはメガトレンド、大きな流れということなんですけれども、その対極にあるのは例えばコロナ禍で、これ、かなり大きな影響を与えたんですけれども、実は3年で終わったわけですね。そうですね。最初半年で終わるんじゃないかと思っていた人が多かったわけですから、それと比べると3年って長いんですけれども、実は経済の波、景気変動の波っていうと3年って短い方なんですよ。でこの経済のいろんな波って名前がついてるんですけども、
キッチンの波って言われるのがあって、これは在庫が増えたり減ったりすると、在庫が増えてるときは値段が下がっていくと、とかね、在庫がまた足りなくなると企業が増産をしていくと、増産していくとまた景気が良くなると、こういうサイクルって3年程度って言われてるんですね。なのでこの景気の波っていうのはやっぱりちょうど3年程度だったと。でもうちょっと長い波っていうのがあって、ジュグラーの波っていう、設備投資ってそんなにしょっちゅうはしないんだけれども、するときはいろんな会社が同時にしちゃうと、でしばらくはやらないと、このサイクルが10年ぐらいだと言われている。それからクズネツの波っていうのは、これ建築の需要、まあビルっていうのもそんなにしょっちゅう作るものでもないので、でもこれも20年ぐらいでビル建設の需要が集中する時があり、そうじゃない時があると、こういう波で、それと比べてもうちょっと長いものっていうのがあって、コンドラチェフの波って呼ばれてるんですけども、まあ波って呼ばれてるんだけども、ちょっともうこれはだいぶ長い、技術革新のことを言ってるんですね。なのでこれって、波って名前ついてるんだけど、実は流れであって元に戻らないんですね。例えば産業革命っていう頃に、18世紀ですけども、ワットの蒸気機関っていう発明がありました。それから、ダイムラーがエンジン自動車を発明したっていうのは、これ19世紀なんですけども、これ元に戻んないわけですよ。そうですね。こういう便利なものが発明されて、でもそれはずっとこう使われますよねと、まあ、原発が作られたのが20世紀だったり、インターネットっていうのが20世紀末だったり、もうインターネット使わないっていうふうに戻りはしませんよね。そうですね、当たり前になりました。なのでこういう数十年に一度起きていく革新のことをコンドラチェフの、まあ、波とは言ってるんですけども、こういう大きなサイクル、戻らないものというのをこうトレンドというふうに呼ぼうと。なので、今回言っているような、紹介するような大きな流れっていうのは、本当に戻らないもので、環境問題、まあ、今日も取り上げますけども、これもそう簡単には多分解決しないだろうと、3年で解決するようなものではないと。なのでこれも大きな流れであるということなんですね。じゃあそのメガトレンド、どんなものがあるのかっていうのをちょっとまず見ていただくと、この番組で4回にわたってやっていくんですけども、10個あります、で今日は第1回ということで丸1と丸2というところを、ね、紹介するんですけども、他にもまだ8つあります、これの中身は、次回以降ということなんですけれども、ちょっと横にこう本の紹介をしているんですが、これ実は、私が、書いた本なんですけども、この10個のメガトレンドと、それからこれをどうやってビジネスチャンスにしていくのかということを書いた本、これを元にして、この番組作ってるんですけども、ご興味のある方はちょっと買ってみていただければなということです。